ジンジャーソムリエのあやかチャンネル。今回は汚れと払いについてお話を差し上げたいと思います。一番最初ね、神社巡りしてる時は思いつきもせんかった、ね、そんな考え方してなかったっていうこともたくさんありまして、最近ですね、大きなことに気づかせていただいて、まあ、その一つが汚れと払い、この二つでございました。で、僕自身汚れって、まあ、あんまりね深く考えたことなかったんですけれど、心の、まあ、どっかではですね、なんかあかんことみたいなイメージが強かったんですよ。今まではなんかあかんことちゃうかなみたいなイメージが多いのは多分ですけど、まあ、本とか雑誌とか、まあ、テレビもそうですけど、汚れてしまったとかね、自分がこうちょっと汚されてしまったみたいなことを表現するときに使われる言葉、まあ、そんなシチュエーションが多いんじゃないかなと思ってございます。でも実際汚れっていうのはいいとか悪いとかじゃないですね。でさらに泥でなんか手が汚れたように心が汚れたわけでもないんですよ。ズバリ言います、汚れっていうのは気枯れ、気が枯れている、これが語源だと言われております。まあ読み方変わってね、汚れになったと言われております。で、気が枯れている状態っていうのはどういうことかっつうと、本来のあなたではないですよという意味なんですよ。まあ、見えるものと見えないものがございます。見えるものとしてはもうこの体ですね。だけど見えないところっていうのは心とか気と言われるところでございます。まあその気が枯れている状態ダメっていうわけじゃなくって、いつもの普段通りのあなたではないですよね。まあこの状態が汚れなんです。ということはよ、普段通りのあなたじゃないよねっていうのが、あなたダメだよねって誰にも言う資格ないですね。むしろ心配してあげないといけない時なんですね。神社で汚れている時ってどういう時と言いますと、まあ、身内の方が亡くなったとか近しい方が亡くなった時、まあ、この状態も汚れなんですね。身内が亡くなったらお前あかんやつやなって誰にも言えないと思うんです。あなたやっぱり動揺してると思いますし、悲しんでると思います。そういうのっていつも通りのあなたじゃないですよね、だから心配しましょうっていう状態なわけですよ。このようなことからですね、汚れっていうのは悪くないっていうのが、まあ分かっていただけると思います。気が枯れている状態、まあ、そんな時は物理的に鳥居をくぐったらあかんというわけじゃなくって、神社っていうのは、まあ、僕がよく公民館みたいなところとかね、パブリックスペースみたいなところというお話をさせていただくんですけれども、不特定多数の方がたくさん集まってワイワイしゃべるところっていうイメージが強いですよね。まあ、そんなところにですね、いつも通りのあなたじゃない、まあ、そんな体調で、行かない方がいいよというだけの話なんです。決して汚れているのは汚れていて悪いというそんな意味ではございません。まずね、ここのあたり誤解を解いていきましょう。そうは思わないでください。神社でよくお祓いがありますよね。これもね、ちょっと間違ったイメージで捉えられてる方多いんじゃないかなと思いますし、僕自身もお祓いっていうと、こう何かを払い落とすイメージがありました、正直。でも多く神社巡っていく上で、そうじゃないんだなと分かってきましたね。これお祓いは何をするかっていうと、まあ、できるだけ元通りのあなたでいてくださいね、そういう神様のあやかりを受けるということなんですよね。だからつまり払いといえども受けるに近いんですよね、あやかりをね。多くの方が神社に何かを期待していく効果効能があるんじゃないか、でなければ神様なんていないんだというような考えで及ぶ、そのような状況というのをよく目にするわけでございます。しかし言い悪いではございませんし、全ては普段通りのあなた、元通りのあなたでいてくださいねという意味でございますから、神社は何かをもらいに行くところではなくって、普段通りの自分でいられるために上がる場所と言っても間違いじゃないのかなと僕は思ってございます。
最近の流行りの言葉で言うと整うというところでございましょうか。何かをだからゼロの自分がいてね、神社に上がったから何かをもらってプラスになっていく、まあ、そういう考えじゃなくって、上とか下とかプラスとかマイナスじゃなくて、いつも通りじゃない自分とかね、生きてるだけで少し心が動くわけですから、その自分をいつも通り本来の自分に整えていく、まあ、そんな場所が神社じゃないかなと僕は思ってございます。他にも地鎮祭とかね、なんか家建てる前にお祭りに神主さんに来てもらうとか、あと幽霊が出るんでお祓いしてもらうとか、やってもらったから OK とかね、これしたからあとは宝くじが当たりますとか、そういう話では全くないんですね。さらに払いをもっとこう勘違いされているんじゃないかなと思う時がございます。悪魔払いとかね、まあ、そんな言葉がありますから、自分に、取り付いた、良くない流れ、それを取っ払う、そんなイメージをお持ちの方いらっしゃるんじゃないかなと思います。神社の神さんは悪いとは絶対言わないですよね。いいか悪いかじゃなくって、まあ、綺麗かそうじゃないか、いつも通りのあなたでいてほしいと思う、まあ、こういうことなんですね。だから汚れている人を払うというのは、汚れているものを洗うとは全く別の話でございます。いつも通りのあなたでなければいいことも起きませんよね。じゃあいつも通りのあなたにいていただきましょうね、まあ、この行いがお払いだと思っていただければいいと思いますね。つまりお払いを受けたから悪魔が取っ払われたとかね、お払いを受けたから良くないことを断ち切るとか、そう思って受けるもんじゃないということでございます。でここで一つ言いたいのは、お払いというところにもですね、言葉がございまして、これ元気という言葉でございます。よくこの字を見ていただきますと、元の気と書いてますね。つまりね、元気出してね、元気でいてねっていう言葉っていうのは、いつも以上に頑張ってね、プレッシャーをかけますというふうに聞こえがちなんですけど、いつも通りのあなたでいてね、本来のあなたでいてね、いいとか悪いとかじゃないからね、そういうふうにとっていただければ、こう世界変わってくるんじゃないかなとも思いますし、現に、まあ、そういうあやかりきっかけを受けられる場所が僕は神社、そして受けられるきっかけが神様、日本の神様だと思っている。まあ、今日はこのあたりをね、ぜひお伝えしたくってお時間頂戴いたしました。だから多くの神社に上がって、多くの神様に手を合わせていただいて、どん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 、普段通りのあなたで入れる、まあ、そんな時間を多くしていただきたいなという思いでございます。